MP89K1 号線ナシオン駅。この MPXX 系はゴムタイヤを装着している点が特徴的である MF67K5 号線、ボビーに地上車庫付近。この MFXX 系は一般的な金属レールと金属車輪であるパリのメトロはパリ市内および一部郊外へ路線を有する地下鉄である。既存の鉄道路線との乗り入れはない。 パリ中心部から郊外に直通するラーについても、市内では地下路線であり、メトロと重複する路線もあるので、パリ市内においては地下鉄と扱われることもある。本校では以下、メトロと記す。メトロの路線図空色は、セーヌ川パリのメトロには1号線から14号線まである。ラトップが運営している。アンパン断尺の会社が付設した。 1>, 1号線が最初に開通したのは1900年でパリ万博に合わせて開通した。入り口のデザインはアール・ヌーボー建築で有名なギマールが設計した。パリ市内の中心部を西から東へ横断する1号線と1860年のオスマン断尺によるパリ拡張以前のパリの境界線であった球場壁跡の大通りに建設された北周りの2号線と南周りの6号線。 この三つが主要路線である。以後およそ30年で網の目のように発展し、14路線が作られたが、この時作られた94号線は後に13号線に編入され、以後長期間13路線が存在した。これらの各駅はすべて戦前に作られたが、駅構内自体は改装を繰り返しており、r n u b o の他 r d e など、各時代を代表する建築デザインや、 ある特定のテーマのデザインを取り入れた駅があちこちに存在する。3号線と7号線には、それぞれ3ビス号線、7ビス号線と呼ばれる独立的な視線が存在する。これらはメトロの路線図でも色が分けて書かれている通り、視線の中の折り返し運行である。また7号線と13号線は分岐しており、10号線と7ビス号線は一方通行区間が存在する。 サンビス号線の生まれた経緯は、もともとポルトデリラまでの路線だったものが、戦後になってポルトでバグネレット及びゴリアニーの方が重要な街となったため、ゴリアニー方面へ延伸しながら、路線の行き先を変更し、今までの路線は切り離して、分離運行することになったためである。ナナビス号線は、ナ号線のポルトデラ、ダビレット方面ともに、北方面の分岐だったが、ポルトデラ、 ラビレット方面との輸送量の差が大きく運行の効率が悪かったため p r インとジャーベイザ方面を切り離して独立路線にした経緯があるこの3ビスと7ビスをつなげ一つの路線に統合する計画は1921年に頓挫したが2006年に復活して推進されている1998年に現在の14号線が開通したこの14号線は メテオールと呼ばれ、自動制御で無人運転されており、ホームドアがつくなど、駅舎も大変モダンなデザインである。2003年秋に北西方面がサンラザール駅まで延伸した。現在、南方面がトルビアク、さらにメゾンブランシュ方面へ延伸するため、工事中である。メトロに地下鉄の役語が当てられているように、大部分が地下を走るが、本来は都市交通の意味であり、 地下鉄に限定するものではない。6号線の多くの部分や2号線の一部、また橋を渡る、西の5号線や、郊外の橋を渡る1号線や8号線などは、市場に出る部分もある。中でも6号線の高架の部分は観光ルートでもあり、ビアハーキン付近では、エッフェル島が絶好のポジションで眺められるので、その車窓は観光客に人気が高い。フランス国鉄は、 全国的に左側通行だが、メトロは、道路と同じ右側通行である。リーク線パリには、メトロの他に、郊外へと伸びる高速地下鉄ラーが存在する。路線は2013年現在、A から E までの5路線がある。A 線の A3 支線、A5 支線以外の部分と B 線のシェイティレイ、レアールイナンは、ラトップが運営し、A3 支線、A5 支線と B 線のパリ北駅北及び、 C 線、D 線、E 線は SNCF が運営している。ラーは高速運転されており、駅間も長くパリ市内を長距離移動するのに適している。パリ市内ではメトロと共通運賃で同じ切符で自由に乗降できるが、ラーは郊外路線へ直結しており、これら郊外へ行くにはあらかじめ有効な切符を乗車前に買わないといけない。 メトロとは異なり、改札が出口にもあるため、正しい切符を持っていないと外に出ることはできない。乗り越し生産制度は一切ないため、乗り過ごすと無賃乗車扱いとなって罰金が課される。一方、メトロの一部の路線も郊外のゾーン3まで通じているが、運賃の取り扱い上は、メトロはすべてゾーン2の内部にあるとみなされる。パリ市内を運行するトラム3号線メトロとは別に、 パリ市内及び郊外を結ぶ交通機関としてトラムがある。現在1号線、2号線、3号線、4号線が運行している。3号線は2006年12月、4号線は同11月に開通した。料金体系はバスに準じており、メトロと共通の切符が使えるが、切符は1回の乗降ごとに無効となり、メトロから1枚の切符で乗り継ぐことはできない。 カルト・ランジュやナビ・ゴーなどの定期券類があれば、制限なく乗ることが可能だが、2号線と4号線は、それぞれゾーン3と5に相当するので、それら定期券の有効ゾーンには、注意が必要である。2013年現在、以下の16路線が存在する。2019年3月現在、メトロは、全線1.9ユーロ均一。ラーやパリの市内バスはついて、 パリ市内に相当するゾーン1内では、上記のメトロと共通運賃となる。メトロとラーのパリ市内、またはバスとトラムは均一運賃で乗り換え可能。メトロやラードバス等は乗り換え不可。ラーのパリ市外の区間は距離に応じて運賃が設定されている。前述のように購入した切符の区間を乗り越した場合には、差額を事後に払う日本の生産のような制度がなく、 罰金を課せられるので注意が必要。メトロの一部路線は、パリ市街のゾーン3地区へ伸びているが、メトロは全線ゾーン1として扱うため、隣接するラーの駅と運賃が違うことがある。なお、車のハイガスで待機汚染がひどい場合は、メトロとバスを無料開放することがある。ゴムタイヤを持つ MPXX 系の特殊な線路、MPXX 系の特徴的な ゴムタイヤ付け台車 MPXXK 車両の断面模型 MPXXK で特徴的なのは軌道面に一般的な鉄道に見られる2本の金属レールがありながらそれに並んで外側にゴムタイヤ用の専用走路と案内機場が付設され車体の台車には金属車輪の同軸外側にゴムタイヤの車輪と四隅にも小型のゴムタイヤ案内輪が備わっている点である またゴムタイヤには空気ではなく温度による体積変化の少ない窒素ガスが封入されている。一般的な鉄道と異なり台車内側の金属車輪と軌道の金属レールは列車の振動を誘導させる案内機場の役割を主として持っている。そして金属車輪の外側同軸にあるゴムタイヤ車輪が走行のための駆動停止と 主な車体荷重を受け止める役割を担っている。またこの車体会社の四隅にも水平に回転するよう、取り付けられた小型のゴムタイヤ車輪があり、軌道両側の災害園に垂直に設置された両、サイドの案内機場に接して、車体の走行に伴い回転していることで、補助の案内装置として働いている。金属車輪とゴムタイヤの併用により、騒音と制動距離の低減と、 乗り心地や購買能力と発進加速性能の向上が見込まれ、シュリンのゴムタイヤがパンクした場合でもある程度の走行が可能で、また構造上非常に脱線しにくい。なおこの地下鉄システムはフランスから技術供与されたメキシコシティ地下鉄でも見ることができる。日本ではギフゴルフカントリー谷組のカートがこの方式を採用している。開業時期別に色分けした。 路線図1900年から1910年、1910年から1914年、1914年から1930年、1930年から1939年、1939年から1949年、北南線のマークメトロは、最初2つの会社によって運営されていた。現在の1、2、 6号線を核として運営していた CMP とは別に南北を結ぶ2つの路線、現在の13号線の北半分と12号線を営業するソーシティジュシュマンデファーエラクトリックスターイン、ノール、シュットデパリという会社があった。北南線時代は12、13号線はそれぞれ A、B と呼ばれていた。これらの駅構内は CMP の駅と似てはいるものの、 異なるデザインが採用された。北南線の名残は、今でも12、13号線の駅構内の広告枠の、タイルの一部にそのロゴが残っている。また、駅の入り口のデザインでも見分けることができる。北南線の2つの路線は河川を用いていたが、後に、CMP と同じく第3機場に改修された。また、94号線も南北線が工事を始めた路線で、 C と呼ばれた。第一次世界大戦では、営業削減のほか、敵対するドイツを連想させる一部の駅名が、変更になった。すなわちベルリンベルリンは、リエージュリエージュに、ルダルマーニュリューディアレイモニアは、ジョレスジアオレスになった。しかし営業を停止した駅はなかった。第二次世界大戦では大幅に営業の削減が、行われた。営業削減はフランスが、 ドイツの宣戦線布告を受ける1939年9月4日の2日、前、9月2日より開始された。この時いくつかの駅が営業を停止したが、そのうちセイント・マーチン、アーシノレイ、クロワルージュ、チャンプ・デ・マーズの4駅は現在に至るまで廃駅となっている。パリがナチス・ドイツに占領されてからは、11号線が営業を停止し、その駅構内は軍需工場として使われた。 メトロは一等車が存在したが、1991年に廃止された。それに伴い車掌も廃止となった。一等車への乗車を管理する駅員用の小屋がホーム内にあったが、これも廃止となり、現在は撤去されているかあるいは電気系統の設備として使われている。一部の駅ではこの小屋跡を小ディスプレイとして用いている。括弧内の数字は路線の番号。 戦争の影響の項で書いたように、第二次世界大戦開戦に伴う営業削減によって、セイント・マーチン、アーセナル、クロワルージュ、チャンプ・デ・マーズは駅間が近かったり、またチャンプ・デ・マーズは駅の目の前が軍事学校であって、保安上などの理由で現在に至るまで廃駅となっている。これらの廃駅には現在では別の設備が備え付けられている。 黒はルージュとチャンプ・デ・マーズには廃棄のための巨大換気扇、またアーセナルにはメトロ配電技術士の練習用の配電設備が備え付けられ、またセイント・マーチンのホームには主に冬季にホームレスを一時収容するための施設が作られている。他に15号線のクルーニー・ラ・ソルボンヌも1939年に上記の駅と共に廃止されたが、1988年2月17日に、 ラーの B 線に、セインとミヒエル・ノートルダムが開業し、季節の C 線の1 0また、営業時間が制限されていたレムヌと、リエージュも1939年に廃止され、1968年に再開業した駅である。パリ市内のメトロバスが今週末無料フランス、生活情報フランスニュースダイジェスト、アルストム公式。メトロポリスメトロトレーンソリューションズ。 P15、P 2018年7月15日閲覧。軽鉄協会著知られざる鉄道 P150。現在使われているチャンプ・デ・マーズ公園北端で、セーヌ・カハンのラーシー線、チャンプ・デ・マーズツアー FL 駅ではなく、チャンプ・デ・マーズ公園南端で、軍事学校正面口目の前に、入り口が存在した。ホームは、学校建物の真下にあり、また入り口の位置も、 軍事学校と公園に挟まる一般居住区や商業区ではないため閉鎖したものと思われる。この入り口は保守点検用として施錠された上で現在も存在する。またすぐ隣には地下駐車場入り口もあるが実際の駐車場の位置はチャンプ・デマーズ公園敷地の地下にあたる。現在営業中のエコール・ミリテール。エコール・ミリテール駅は学校の斜め向かいで敷地から 若干ずれて居住区に面しており、万が一爆弾テロや火災が起きたとしても、軍事学校敷地内に影響が出ることは、ほとんどない。ビクトル融合駅の旧ホーム玄関ウェタ駅から、旧マルタンなど駅方面を望む、シネマ駅ガールデュノール、ユスフト旧ポルトドベルサイユ駅の後通称、スタジオンファントムステーションファントーム。 工事未完のまま開業計画が頓挫した幽霊駅と呼ばれるものがある。奥外ポルトモリター・ムラットの二駅がそれで、線路では本線とつながっており、プラットホームはあるものの、そこから降りて地上へ向かうための出口が作られていない。当然営業路線ではなく、現在は留置線などとして使われている。15号線の路線ズポルトモリトールイコールミ浦ラ駅の、 プラットフォーム蒸気の幽霊駅と同じく工事みかんのまま放棄された駅であるが、こちらは駅を設置するための箱型構造物が作られているだけで、線路もホームも作られていない。ありがとうございます。